ムーンライト・クラウドは、イギリス生産、フランス調教の競争馬、繁殖品馬である。主なカチクラは2011年、2012年、2013年の、モーリス・ド・ゲスト賞、2012年のムーランド・ロンシャン賞、2013年の、ジャックル・マロア賞、ポレ賞。2013年、カルティエ賞最優秀コ馬。2歳8月にデビューし、デビューに連勝で、 初の GI となるジャンリュック・ラガルデール賞に挑戦したが4着に敗れる。3歳初戦のアンプルダンス賞で重賞初制覇を飾った後、海を渡って A 戦ギニーに挑戦するも7着に終わる。フランスに戻って2層目のポルトマイオ賞でティエリ・ジャルネが初めて起乗し、以後引退までジャルネが手綱を取った。モーリス・ドゲスト賞で GI 初制覇を果たし、 再度イギリスに遠征して A チャンピオンズスプリントステークスで5着となり3歳シーズンを終える4歳シーズンは初戦のパレロワイヤル賞を解消し3度目のイギリス遠征でダイヤモンドジュビリーステークスに出走し21連勝中のオーストラリアのムハイバブラックキャビアを頭さまで追い詰める激走を見せるも惜しくも2着となった8月には モーリス・ド・ゲスト賞で連覇を達成し、連投で、ジャックル・マロワ賞にも挑むが、4着に敗れた。その次戦のムーランド・ロンシャン賞を制し、初のマイル GI の勲章を手にした。年内最終戦として、アメリカ合衆国のブリーダーズカップマイルへ遠征したが、9等立ての8着と大敗を喫した。5歳シーズンは7月から始動し、8月には、前年同様、 モーリス・ド・ゲスト賞とジャックル・マロワ賞を連投するローテーションが組まれた。モーリス・ド・ゲスト賞ではレコード勝ちで3連覇を達成し、ジャックル・マロワ賞では早めの仕掛けから2着オリンピックグローリーの追撃をわずかにしのいで両レース制覇を果たした。さらに初の出走となったフォレ賞も制して GI6 勝目を挙げた。 短距離 GI3 連勝の成績が評価され、11月にはドイツのノベリストを抑えて、カルティエ賞を最優秀コバに選出された。引退レースには、香港マイルが選ばれ、初のフランス国外でのタイトル獲得を狙ったが6着に終わった。フランスの短距離界では極めて安定した成績を誇り、6つの GI タイトルを手にしたが、遠征競馬には弱く、 フランス国外では5 0未勝利に終わった。以下の内容は irishracing.com 及びホースレーシングネーションの情報に基づく。引退後はガリレオとの交配のためアイルランドで繁殖生活を送っている。3区はムーンライトクラウドの所有者であるジョージ・ストローブリッジとクールモアグループの共同所有となっている。ありがとうございます。